来たか。ティターンズなき今、敵は英雄語のみ。我らの兵力をもってすれば、もはや地球圏は時間の問題。と言いたいところだが、少々内部に心配事もなくはないのでな。お前にはより働いてもらうぞ。お帰りなさい、隊長。みんな待ってましたよ。休んでいる俺も辛かったよ。もう体は完全だ。作戦の説明頼む。隊長が怪我でリタイアしていた約1年間、我がアクシズは着々と地球圏制圧を進めていました。しかしご存知のように、グレミートトが反乱を起こし、アクシズは2つに分かれてしまいました。しかしあちらはグレミーの私兵中心、こちらはハマーン様の孤高の将兵が残っています。グレミーがネールアーガモと戦って混乱している今が、グレミー軍を叩くチャンスです。グレミーはやはりまだ若すぎたな。自業自得だ。我が軍はグレミー軍の一翼を担う部隊の一つと当たります。カムナ隊長が復帰したことはまだ向こうも知らないはずよ。本物の部隊の戦い方を見せてやるわよ。うん、久しぶりの実戦だが、1年分を取り戻すつもりだ。シャーリー、パミル、また頼む。もちろん。とっくに了解です。ユニットを選択してください。アクティブスキルを設定してください。この設定で出撃します。よろしいですか？敵機引きます。この中域にて全て迎撃してください。なんか不思議な気分。戦い中の部隊として復帰できる。思ってなかった。俺が復帰するときは昔のメンバーみたいかな。少し無理を聞いてる。私はずっと隊長と一緒に戦っていけたらなと思ってるんです。マジかよ。Yeah!
そちらさんのせいにはさせないよ。敵も混乱しているようです。残った兵はおそらく投降してくるでしょう。私たちも一刻も早くハマー様のもとへ合流しましょう。カードをゲットしました。キャラクターを成長させてください。隊長、昇進おめでとう。グレミー軍を破ったハマーン軍であったが、続くコア3の最終決戦において総帥ハマーン・カーンはジュドー・アーシュタとの一騎打ちに敗れ、アクシズは指導者を失う形で崩壊する。これによりジオンをめぐる戦いは完全に終結したかに見えたが、カムナの脳裏には1年前に行方不明となった一人の人物が思い浮かんでいた。それは近いうちにまた戦いが起きることを意味していた。